赤レ霊化は、スズメ浄化に属するとが、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本体系は細い。くちばしは細く、主な獲物である昆虫をつまむのに適している。講師や後、おハは発達する。講師が発達する種は、地表や水辺を徘徊して、獲物を捕食し、おハが発達する種は、 空中で獲物を捕食する傾向がある。卵は白や褐色に褐色の反転が入る。六族が属する。三と目虫食いはかつてウグイスカとされていた。次のような系統樹が得られている。草原や水辺に生息する。多くの種は渡りを行い、夜間や渡りの際に大規模な群れを形成することもある。植生は動物食で主に昆虫、節足動物を食べる。 獲物は地表や斜瀬を徘徊したり、飛翔しながら捕食する。繁殖形態は乱生。主に地表に巣を作るが、水辺の断崖や建築物に巣を作ることもある。3から7個の卵を産む。放卵期間は12から20日。ヒナは孵化してから12から18日で巣立つ。開けた土地に生息するため開発により、生息地を拡大させ、市街地でも見かけられることもある。 ありがとうございます。